7時になりましたので、外国人問題を考える勉強会を行いたいと思います。この会場を使っての勉強会8ヶ月ぶりなんですね。でこの夏から再開したんですけど、みんないわゆる事務所で動画で配信してましたんで、まあ、この間9月は事務所でちょっと身内だけ入れて、動画配信したんですけど、今日みたいに久しぶりにこの会場で、やるというのはまさに数えてみたら8ヶ月ぶりでした。まあ8ヶ月ぶりだといつもの常連さんが顔がやっぱり何かちょっと見えないのも寂しいんですけど、まあ継続していくとまた、戻ってきてくれるのかなって思っております。実は今連絡が入って、来月の15日に新宿の駅地下の会議室って言ってましたけど、そこで、講演の依頼が来まして、その NP は領土とか領海を中心のところなので、そういう話をしてくれということで、まあ、実は言うと今月25日も鹿児島で、講演会があるんですけど、そのレジュメはこれが終わってから作ると思って、実は言いますね、昨日までね、議会開催中で、まあ、今年は1年間に普通補正予算って4回なんですよ。ところがもうすでに6回組んだんですね。で今回の議会は、最終日にもう1本来て、最終日委員会開いて第6次補正を通してくれって区長から議題で1日で通せっていうことだから、まあ、1日で通すしかないですね。まあやりましたけどね、まあ、その代わり、決算委員会なんていうのはね、これ青森の県議会の人が言ってたんですけど、あちらね夕方で終わるんですね。で葛飾区は夜12時までやって過ぎたら翌日なんですよ。でも12時までってのは僕は経験ないですけど、最高10時で、今回の議会は朝10時に始まって夜9時に終わったのが一番長かった。それが2回ありました。で夕方で終わるっていうところはね、あんたたち何やってんのとこれお役人の残業代稼がしてんじゃないかとかね言われたことあるんですけど、でもやっぱり東京23区予算規模大きいんですよね。葛飾区が貧乏だ貧乏だって言われても、一般会計で2000億超えますから、やっぱりそこはねしっかり議論して、でいろんな各議員言いたいことがあるんで、ね、言いたいことを言ってるとあっという間に時間が過ぎてしまうということになります。まあ、今日はね久しぶりのこの会場なんですけれども、実を言いますと朝鮮学校のね、この間裁判があったんで、そのことをやろうかなと思ったんですけど、まだちょっと話題としては、後で取っておいて、もう一つは今回議会の中でも僕取り上げたんですが、まあ、今日このテーマですけどね、いずれやるのが外国人の子供で、学校に行ってない、不登校じゃないですよ、未就学、その子供が葛飾区内でもね、正確に数えてもらいました。約200人いるんですよ。で、このね、子供たちの問題もやろうと思ったんです。で、なぜかというと、学校行かない子供っていうのは、将来的にはやっぱりドロップアウトする可能性が高い。いい仕事つけない。でね、中にはね、僕の支持してくれる皆さん、外国人に対して非常に厳しい目を持っておられるんで、外国人の子供にそんな気使わないよっていう人もいらっしゃるかもしれないですけど、この国の安全保障のためにはね必要なんです。やっぱり準暴力団みたいな組織作られたりね、そういうことを考えるとしっかり学校行ってもらう、日本に住んでるからには子供は必ず学校行かす、で学歴を高めるっていうのは貧困とこれは反比例しますから、学歴が低ければ貧困度が、これ相関関係ありますからね、そういうことを考えると日本にいる限りは
しっかり子供をいた。それでね、僕2年連続その質問をしたら、葛飾区ね、すごい前向きで、一人一人ちゃんとアタックするって約束してくれたんですね。いや、だから、いや、僕、評価しますと。去年に比べて積極的になってくれてよかった。なぜ、葛飾区自慢すると、日本語ステップアップ教室ってあって、全然言葉ができない外国人の子供を4ヶ月で普通の学校に行かすっていうね、教室を作ったんです。で4ヶ月ですからね、どんなスパルタすんのかと思うんですけど、でもね、それだけ外国人の子供の未就学、不登校じゃなくてね、未就学の問題っていうのは深刻なんですよ。で、区の方で正確にそれを数えてくれたんですけど、ただ住民登録してない子供っているんですよ。本当にね、家庭に行くとね、子供たちがいてね、あれ、学校は保育園はって言って行ってない。いや、保育園行かせてあげるから、区役所連れてきなさいって言うんですけどね。まあ、その問題もやろうと思ったんですけど、今日は違う観点から、やります。で、あなたは国を破壊するリベラルの押し付けにうんざりしないか。これが今日の表題です。僕はね、うんざりしてます。いい加減にしろと思ってます。特にマスメディア。この間僕を批判する動画が2本上がってます。あれ批判する動画ですけど、取材として僕は受けてね、その受けた取材で、あちらが編集してこんなのできましたって。で、事務所の人の中にはね、なんだこれ、ふざけんなよと、ね、鈴木をディスってんじゃないかと。まあでもそれも含めてね、僕はそれに反論すればいいんで、公開してくださいということで、やりました。別に僕は鈴木がこれはヘイトだって言われてもね、梅毒って言ったのはこれは差別だろうとかね、それに対して僕は全部データで反論しますから、なんてことはありません。で、ただそういうね、押し付け、正義の押し付けみたいのにはうんざりしてます。で、まずその最初括弧1、正義とは何ぞやなんですけど、実は正義って日本には日本の正義があって、韓国には韓国の正義がある。で、韓国には正義がないなんて思ったら、やっぱりそれは大きな間違いでね。まあ、アン・ジュコンが伊藤博文を暗殺しました。伊藤博文の肩を僕は持ちますね。アン・ジュコン、ヤンバンの子ですから、それは不平不満もあったでしょう。でも、まあ、韓国人にしてみると自分たちの英雄なわけですよ。それを何もね、全否定する必要はないですね。まあ、それぞれの立場、ただ僕は痛烈に批判するのは日本人ですから。初代総理大臣殺されてね、こんなもん黙ってられるかって話ですよ。ただそれはお互いの正義なんだから、こっちから見た正義とこっちから見た正義違う。竹島がどっちのもんかって言ったら日本のもんなんです。これは韓国の嘘をね、剥がせばいい話で、ただ、そういう歴史的な戦いとかっていうと、やっぱり双方に、言い分がある。ただ正義っていうのは正しいことをするから正義でね、俺は今から正しいことをするんだから道を開けろって言えるわけです、お互い。ただ今日のテーマというね、まるに国の破壊者であるバイオクが押し付ける正義と、鈴木伸之が、主張する正義は、これは明らかに異なります。この間も所沢で大勢の妨害者に僕の演説を妨害していただきましたけれども、僕は別にあんなのは何と思ってないですね。そのために大きい宣伝家を維持しているので、まあ、だけど彼らはあれが正しいと思ってない。鈴木がヘイトをするのを邪魔をすることが自分の正義だと思って。でもこれは僕からしたら正義じゃない。もっと言うと、さっきのアン・ジュコンは正義だ正しいっていう韓国人の方が、僕はあれよりよっぽどまともな主張だと思います。なぜかって言ったら、人の邪魔をしてるだけでしょ。全く生産性がない。自分が正しいと思ったら自分が
葛飾区に来て鈴木の対抗馬で、落選運動じゃなくて自分が当選すればいいですよ、ね、そっちの方がよっぽど僕は正しいと。で彼らが言ってるヘイトスピーチ差別っていうのは、僕に対するには当てはまらないと思うから僕は僕の不正義を堂々と主張するだけです。過去にリベラルとはここはね見解分かれるんですよ。まあ、リベラルって簡単に言うと自由、伝統や民衆にとらわれないとかね、あとは、まあ、保守に対するリベラル、私はリベラルだからってよく言うんですよね。あの民主党系の議員さんのところに行くと、まあ、鈴木さんとはちょっと思想的には異なって、私はリベラルですから、いや、まあ、僕も自由だよって言うんだけどね、これも捉え方は変わるんですけど、まあ、保守の人はあんまり自分のことをリベラルと言わない。つまり自由であったりね、伝統に固執しないということなんでしょうけれども、まあ、それが正しいかというと何とも言えないところがありますね。非常にこれも保守の定義と一緒で、リベラルの定義時代によって動きます。次一個進むと権利、ここら辺はね、確立しなきゃいけないんですよ。権利とは何でしょうか。権利、これはね、写してきたんですけど、人間の生活関係において各人に帰属すべき利益、例えば所有者の現に有する利益、飼い主のものを取得し得るという利益などを保護するためね、法が各人に与えた利益を主張し得る力と書いてありました。権利、これもね、私鈴木を考えるには正しいことを行うから権利だと主張できるんですね。で、正しいことをするからそこをどけ、邪魔するな、これは俺の権利を行使するんだという、ね、主張するんであって、これ不正行為には権利などありません。例えばね、この丸さん、働いて家を買いました。もちろん、所有権は私にあります。でもローンがあります。35年ローン、毎月15万円ずつ払います。で、これ払えなくなった時に、いや、払ってないけど所有権があるんだから、これは俺の権利だって言えるかって言ったら言えなくなるんですね。これは銀行に差し押さえられて、この家売って処分するから出てってくださいってなってくる。で、これはそこまでいくとやっぱり自分に非があって正しい行為じゃないから権利を堂々と主張できなくなります。これは前よく言われたことですけど、援助交際、ね、売春ですよ、する権利があるか否か、これね、あるわけないんです。誰にも迷惑かけないから売春する少女にも援助交際する自由があるか、私迷惑かけてないんだからいいでしょ、私の勝手でしょ。これたまにこういう話聞かれますよね。勝手じゃない、これはね、大人がしっかりと教えるべきですよ。バカなこと言うんじゃない、ね、こういう不正行為、正しくもないことに権利なんてない。あなたの言う援助交際、賠償する権利なんていうのはないんだよということをしっかりと大人は教えなきゃいけないわけです。もう一ついくとね、これは結構僕がやってる生命尊重運動の中の一つですですけどね、これすごい女性的に回すんですよ。だから今回堕胎の問題を、選挙まで1年以上あるんで、議会質問でやりました。だけど選挙直前にはやらないんです。堕胎中絶僕反対してますから。そうするとね、女性に結構これは反発されるんです、ね、子供の胎児を殺す権利があるのか。中絶っていうのは、僕ね、今回議会質問した時に、データを取りますね、役所から。
厚生労働省から来るデータと葛飾から来るデータが明らかに違うんですよ。最初分からなくて、いや葛飾優秀ですね、中絶する人こんな少ないんですかって、やっぱ葛飾女の子優秀だなと思って。違うんですよこれね。3ヶ月、ここが法的な、大事なところでね。3ヶ月以内だと流罪、これを超えると死産になるんです。人工流産っていうのと人工死産ってなる。死産は役所に届けれるんです。つまり、子供としてもう認知して役所が殺したということですから、死産として届ける。だから区役所のデータ見たら、いやこんな少ないんだ、葛飾区の女の子は低層が固くて素晴らしいなと思ってたんだけど、だんだんこのデータの差にね、おかしいなと思って、保健センターの所長なんかと話してて、変だから課長に電話して、これって言ってるデータお互いに違うんじゃないのっていう話をしたら、ここが判明したんです。この3ヶ月、4ヶ月は2期で、死産だけ区役所は報告をもらう。ところが、9割はここまでの人工流産です。やること一緒ですよね。中絶ですよ。だから厚生労働省は、全部トータルで出す。だから年間に16万8千人の打体とかって出てくるわけですよ。で葛飾は何十人もですよ。すごい優秀な女の子たちだな葛飾はと思ったから、なのかな、その10倍いるはずなんです。ここが役人にね、騙されるという言葉をカメラが曲がってるんで、使いたくはないんですけど、丸め込まれないためには政治家側がちゃんとしっかり勉強する。こういう用語を勉強して、それに基づいたデータが欲しいという話をしないと丸め込まれちゃう。でも女性の権利、これね、左側の弁護士の人とも話し合ったことがあるんですけど、鈴木さん、それはやっぱり下ろす下ろさないというのは女性に任せるということでどうですかと、女性の問題だからと。いやそういう問題じゃなくて、赤ちゃんの命を殺すというのは許されないでしょうという話で全く噛み合いません。噛み合わないんだけれども、女だから赤ちゃんの命を奪う権利があるのか、この正義も多面的ですけどね、向こうはある権利がある、これは女性に委ねるべきだ。僕は弁護士に言われました。ある有名な弁護士ですよ。だけど僕はない、赤ちゃんを殺す権利はない。僕この問題もずっと長く携わってるから、レイプされた、ね、女性のご家庭の様子、壮絶ですよ、壮絶。これ、ね、僕シンクタンクでも講演したことある。すごい壮絶な、やっぱり女性のその後遺症というのはすごいから、その後結婚された後もその女性は壮絶な人生をしばらく、少なくとも5年は続きました。だからこういうことがあるから、やはりそういうね、事件の犯人というのは徹底して、罰を与えなきゃいけないと僕は本当にね、そのご家族にてね思いました。まあここでは壮絶としか言いようがないですけど、いや自分の身に降りかかられたら、本当家族丸ごと大変な苦痛ですね。精神的な苦痛、肉体的なものを含めて、そういうことがありました。まあこの正義とか権利っていうのは、まあそういう意味では、特に正義は多面的、向こうの正義こっちの正義があるんですけれども、まあ、しかしそういうものを押し付けられるとやっぱりうんざりしますよね。もういい加減画面にならない。まあこの権利に関してはね、これはちゃんとしっかり確立させなければならないです。
法的に、これは、感情とかの問題じゃなくて法的にこの権利はあるのかないのか、女性は堕胎していいのかどうなのか、女の子は売春をしても人に迷惑かけなきゃいいのか、これは法律で違法だ、これはダメだということをしっかり、確立させないと争いになりますし、物事確定できない、まあなかなかこれが全てができないところが今の世の中の争いにあるんだと思います。じゃあだんだん本題に近づいていきます。これ3って書いてあるの間違いです。4です。多文化共生の押し付けに正義はある、僕はないと思ってないと思ってるから、この多文化共生に対してはいい加減にしてくれと思ってます。議会の中ではね、多いですよ、各会派各政党の中でも多文化共生というのはいいことだと。でも申し訳ないんですけれども、僕を街頭宣伝で批判するグループの人たちも含めて、ね、僕は外国人とお付き合いしてないわけじゃなくて、ASEAN 諸国とのお付き合いもしてれば、靖国神社の清掃奉仕僕は25年続けてますけど、今年2月にやった時は各国から来てくれますみたいな、行った方は分かると思いますけど、韓国からも僕の清掃奉仕団に来てくれます。韓国の中でも、仲の悪いグループと僕が仲のいいグループいますで、お互いの国違うんですから対立あってもいいんですよ。でフィリピンの政治家の人もね、僕が来たら富士山案内したり、いろんなその会のお話をします。で日本とはやっぱり違う、全く事情が違いますから、対中国に伝って、日本みたいに中国に対して跳ねつけるようなことはやっぱりできないですよ、韓国とかフィリピンは。でもこの多文化共生を日本の中でこれが正義だというようにね主張して、これに反対するのは差別主義者だって言われたのに関しては、いやちょっと待ってくださいよと、僕はフィリピン人の悪いところも韓国人の悪いところも、まあ、結局公言して言ってますけれども、多文化共生するって大変ですよ、文化衝突ありますよと、この覚悟はあるんですか、マルチグローバル化の押し付け、これをちょっと細分化していくとですね、例えばグローバリストっていうのは多国籍企業ですか、多国籍企業っていうのは企業ですからお金儲け優先ですよ、つまり国境が邪魔です。今トヨタ自動車は中国での売り上げこの間 25% 25.7% 増とかって出てました。中国市場今戻ってますからね、トヨタ自動車は売れてるんですよ。中国からの撤退企業というのが今どんどん出てて、日本企業も日本国政府も補助金出してます。この間フィリピンエキスポでやっぱりご相談を受けたのは、そのお金を使ってフィリピンに、工場をね中国から引き上げた会社を誘致したいなというようなお話もいただきました。だけどトヨタとかはね、こんだけ儲かってたらこれは資本の論理で行くことはないですよね。でもトヨタというのは意外と中国進出は遅かった企業ですからね。でもこういうグローバル化の押し付けの中にはね、こういう個々の事情があります。だって国境はない方がいいんですもん、多国籍企業はその方が商売しやすい。これは丸2の多文化共生押し付けの丸に、安価な労働力確保のために移民難民歓迎というのがあります。これも同じ論理です。僕はこれだけ外国人労働者問題で、厳しい発言をしたりツイッターで発信をしてるんですけれども、なぜか、ビザの問題とかねご相談を受けるんです。この間も、カメラ回ってるんで詳しいことは言わないですけど、中国人の、ね、もう日本に長く住んでるんですけど、
若い時やっぱり女性でね犯罪歴があるんで帰化できないんですけどどうにかなりませんかというご相談を受けました。でなんで僕のとこ来んのって話でしょ僕は帰化に反対してるんですよ。で帰化に反対してる僕のとこ来んのって言うよ、鈴木先生詳しいから。まあでもフィリピンの人もそうなんですけど、なんで難民申請しちゃったの、ダメだよ難民申請なんかしちゃうとかね、いやもう1ヶ月で出てけってこれ来たんですけどこれどうにかなりませんかって、それ出てからひっくり返すの大変だよ、で なんで行かなかったのとか、ね、そういうお話をよく受けます。まあでもね、こういう移民難民、自民党は平成28年、今から4年前に入ってきた時に永住する意思がなければそれは移民じゃないっていうふうに部会で公式に見解出してますから。でも世界でいうと1年以上同じとこにいたらそれ移民なんですよ。これが国際常識。入った時に移民になる意思って心の中誰が分かるのって話じゃない、ビザの問題でしかない。でも今僕にがお話ししたように来てからね、短期ビザで入ったんだけどとかね、これをどうやったら、永住まで持っていけるかとかね、そういうご相談を受けるんですよ。ちょうど自粛期間に入る直前ですよ、韓国からやっぱり知り合いが来た時に、いや先生入れましたよ日本ちょろいですねみたいなこと言うから本当に、いやだってさ、友達に迎えに来てもらって2週間って言うけど何もチェック、ノーチェックだからここ来ちゃいましたみたいな。でも実際そうだったんですよ。友達が来て友達ん家の家にいるから2週間待機してますって言ったらそれ以上追跡ない。これが3月の出来事でした。まあこういうふうに移民や難民っていうに対してガードが甘い日本、そして、企業がね海外進出したんだって安い労働力で、それが国内で使おうと思ったらやっぱり、外国人労働力、労働者でもね、僕ね昨日ツイートで発信したんですけど、軍事はね米軍に任して労働は外国人に任してね、それで4つツイートしたんですよね、生活が困れば政府にお願いしてね、これが4番目で3番目なんだったかな、これどこの国の話かって日本の話ですからね、こんな都合のいい国長続きするわけないでしょ、ね、外国人に今やらなきゃ、僕が言うのはね子供たちをねスキルアップしてこれからもっと精進化ロボットの世界になりますよ。この間前防衛施設長長官ということは初代 長官ですけれども、お話聞いた時にやっぱり人が今日本のマンパワーが貴重だから、自衛隊もいかにして無人で動かすかということに防衛施設長装備品が言ってるわけです。戦闘機1機につき無人機3機つけるとかね、イージス艦8隻ありますけど陸上イージスにした理由って何だろうな、人です、人だって、イージス艦を動かすのにイージスシステムの人間よりも何倍も船を動かす人員がいるんです。陸上に置いとけばイージスだけじゃないです。イージス艦2隻あれば日本本土全部カバーできますから、でも8隻が全部動くことがないんで交代しなきゃいけないから、陸上だったら船を動かす人員かかんないから、陸上に置いた方が敵の攻撃も受けるけど人数少なくです。やっぱりそういうふうに、変わってくるわけですよね。で無人の戦闘機偵察機飛ばしたり、いやこれが現実ですよ。そうするとね、外国人労働者やロボットと皆さん同じ仕事してたら賃金下がるだけですよ。これ資本の論理ですから。
自分たちの子供のスキルをどんどんアップで、自分もいろんな資格取ってアップしていく。そして外国人労働者やロボットと同じ仕事をするんじゃなくて、ロボットのメンテナンスをする。そういうふうになっていかなかったら、どん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 底に落ちてきますよ。これがこれから日本で起きる現象です。間違いなくそうなる。僕の知り合いのね、あの仲のいい会社で倉庫の会社、そこ200何十人社員いますけど、今から社長は将来のこと考えてます。だって倉庫はみんなロボットがピッキングしていく時代になるんです。そしたらそんなにいらない。じゃあ今のうちに儲かってる材料があるんですよ。次の事業展開を考えてる、ね、人はいるから、その人をクビにしないようにするためには次の事業に移っていかないと、そこはやがて全部ロボットがやりますから。じゃあロボットと競争したらかなわないですよ。24時間働くんですから、ね、賃金も何もないですよ。電気が通ってて働くんだもん。こういう状態にしちゃダメなんですけど、グローバル化っていうのは国境がなくなって、それこそ中国人もベトナム人もフィリピン人も同じ対価、そして市場も一つになっていけばね。でもこれ考えてみると、これと今戦ってるのはトランプ大統領ですね。国境はある、国境がないって考えてるのは多国籍企業グローバリストだとしたら、まあ日本の政府もそうですけど、国境は間違いなくある。だから移民難民を歓迎してはダメ。ただし僕の言うことは非常に、なんかこっちとこっちで2つ違うことを言うんじゃないかっていう、自分でも思う時あるんですけど、政治家は現実対応しますから、だから相談も来るんですけど、やっぱり豊かなとこに人が流れてくるっていうのは、これもね止めらんないことなんですよ。じゃあその人たちをどういうふうにね対応するか。だから最初に冒頭に言ったように、その子どもたちがねグレてグレンタになったら困るから学校にちゃんと行かせましょうとか、そういう現実対応をします。外国人に必要ないんだから外国人労働者みんな叩き出せって言ったところで、そんなことできませんからね。それは世間が許さない。で、政治家としてはそういう非現実的なことは、私は言うつもりありません。ただグローバル化には大いに私は疑問を持って反対を唱えます。で、丸三いきます。ここには書いてない。ポリティカルポリティコレクトネスを押し付ける。これね、大事線からちょっと引いてきました。どういうこと。人種、宗教、性別などの違いによる偏見、差別を含まない中立的な表現や用語を用いること、まあ、1980年、まあ、昭和50年代から60、昭和の終わり頃ですね、から米国で偏見差別のない表現は政治的に妥当であるという考えのもとに使われるようになりました。まあ LGBT でもここに含まれてくるわけです。言葉の問題にとどまらず、社会から偏見差別をなくすことを意味する場合もある。ポリティカリーコレクト PC というふうにね、よく文章で PC は政治的な妥当性、まあ、この人たちにするとこれが一番最初に取り上げた正義ということになります。補説で言うとね、ブラックをアフリカンアメリカン、メリークリスマスをハッピーホリデーズ、ビジネスマンをビジネスパーソン。確かにいつの間にかなんかビジネスパーソンという言葉が出てきました。最初は何のことだろうと。まあキャビンアテンダントなんていうのもね、スチュワーデスがキャビンアテンダントっていうのもこういう中に入ってくるんじゃないですかね。そこはちょっと少し自信ないですけど、日本語で言うとね、うちの母は、看護師、看護婦、僕らの時代看護婦、
看護婦、看護師を今は看護師ですね、になってしまいました。ホッさん、ホッさん。ホッさんというのは結構今はいるんですよ。この保育士などの表現に改めたことがこれを相当する。小学校の男女混合名簿、僕らの時代は男と女が分かれてました。今混合名簿です。これ文部省が決めたっていうんですけど、実を言うと最終的なこれを取る取らないは校長先生の権限があります。だから周りの子どもたちの名簿がもし見れたら見るといいんですけど、学校によっては混合名簿使わない学校が実はあるんです。それは校長の権限です。やってる人がいたからこう言うんですね。校長先生は、ね、そのぐらいの権限なんです。でも僕はやっぱりね、男と女は分けてほしいんですよね。特に中学生、中学生ぐらいになるとね、男は男ですから、女は女、小学生の時は女の方が強いんですよ。体も大きいしね。で中学になったらもう完全、中3なんて大人ですからね。中1は子供でも、これは男と女、女は正真正銘の女になりますしね。だから僕ね思うんですけど、中学校の女性の先生って、まあ、女っぽさが、まあ、こんなこと後でなんか批判受けそうですけど、女性らしさがなくなっちゃうんじゃないかな、なくなってたような僕は記憶があるんですけど、先生に怒られちゃうかもしれませんけどね。というのはだって大人の男を教育しようと思ったら不正を出してかなかったらね、おい鈴木走るなとかって やらなかったら、小学校だったら鈴木君廊下は走っちゃダメですよって済むけど、中学生のね、やんちゃ盛りの男に鈴木お前止まれ歩けってやらなかったら収まりませんよ。だんだん女性らしさになって母性の喪失が起きてくると僕は思ってます。まあかといって学校を完全に男子校女子校にするっていうのはこれは今不可能ですから、やっぱりこういうね、男女を分けずに男女混合名簿で1番から30番まで、名前だけ見てると最近分かりませんから、男も女も。うちの次男坊も二十歳の時によく振り袖の案内来たんですけど、最後の名前がホなんですよ、竹ホ、女の子だと思って来てましたけどね。でも昔みたいに子がつけばあれですけどね、こういう男女性別をなくす。で、これもこの人たちにすると正義だと思ってる。私鈴木にするとね、うんざりです、うんざり。もういい加減にしてくれと、ね。うちの母は看護婦だった。看護師じゃないから看護婦でいいだろうと。ビジネスパーソンでビジネスマンと、ね、いいでしょ。サラリーマン、これでいいでしょ。男と女をこう分けることがなぜいけないのかっていうね、こんなバカな、でもっとバカだなと思うのは、実はこれちょっと話外れますけど、うちのね、長女は昭和生まれなんですよ。で、この長女の卒業アルバムよこせです。卒業アルバム見たら、ちゃんとね、アルバムに学校の名簿があるんです。名簿も大切ですから、いろんなハガキを送ったりなんだりする。で下の息子2人とも平成生まれなんですよ。出せっつって取っても一切ないですから、同級生の住所分かんない、個人情報で。お前らどうやって同窓会やんの、ね、卒業して10年ぐらいはみんないいけど、卒業して僕みたいに何十年も経っちゃったら、いざお尋ねします、まあ半分ぐらいは引っ越してますけどね、分かんないですよ。いや本当不便な世の中になったなと思います。でもこういう男は男、女は女とかね、こういうことが、差別である、偏見である、こう思うのは
私には正義と思わないしね。例えば兵士でもそうですけど、女性兵士もいてもいいけど、戦場で、足打たれてね、女性の兵士がその男を担いで一緒に逃げてくれるかっつったら、ね、助手と陣馬は進むって、あれは麦と兵隊は同僚の兵士を背負いながら行くわけですけど、それは無理でしょ。僕みたいに、100キロ近いような体重を持っている人間をね、50キロもない女性が、倍の半分の女性が戦場を担いで行ってくれるかって、多分僕置いてかれちゃいますよ。あなたはちょっと重たいからダメ、つくも君は痩せてるから腰を助けるみたいな。いや、やっぱりそこは助けてもらいたいですから。だからこういう、男女を分けないということがね、正義があるから。で、こういう押し付けに関しては僕は、非常に疑問を持ってるし、なんて言うんでしょうね、まあ、うんざりというよりもいい加減にしろという気持ちでいます。で、この丸4、少数派を優遇する押し付け、まあ、これこのまま読みますとね、韓国と北朝鮮は日本全国に同胞組織を構築し、これ韓国民団と朝鮮総連です。地方議会に日韓日朝議員連盟まで作っている。少数者は弱者だろうか。パチンコ産業、金融業、夜の街や暴力団などで活躍しているじゃないか。フィリピンと関わってるとね、本当思うんですけど、この人たちは政治力ないなと思うんですね。日本に第3位の、登録者数、葛飾区でも第3位です。葛飾区は1600人、江戸川区2600人、全体でいうと26万人いるんですね。これだけあって政治力ない。やっぱり、韓国とか北朝鮮の人たちは、ね、非常にこういうところは長けてる。頭がいいかというと、長けてるって言った方がいい。全国津々浦々議会に日朝議連、日韓議連があるんですから、これはね、手強いですよ。何か補助金を取ろうとかね、税務署と税金で揉めたとかね、いろんなことあるときに、このネットワークというのは強力ですよ。だから東南アジアの人たちはね、人数が増えてきても、なかなかこういう政治力というのは、作ることは難しいんじゃないかなと。でもそういう政治力はね、韓国や朝鮮の人はね、もともと持ってるから。で、議連の人たちもいるから、僕なんか頼る必要ないわけですよ。で、自分たちで新年会とかやって、国会議員も含めて来るわけですから。で、これは少数派としてね、いじめられたと言っていいものだろうかという僕は思います。でね、少数派を対する優遇をずっとやってると、僕みたいにいい加減にしてくれ、うんざりするっていう機運が全体に回ったらね、かえってこの少数派の人たちは本当に迫害を受けてしまうと思います。まあ、それが行動する保守の転換運動で爆発したんですよ。やりすぎたんですよ。やっぱりそれはどっかで修正しなければならない、そういうふうに私は思います。だから少数派といえども力のある人は、戦前から、朝鮮の人ね、みんなが貧乏だって言ったら、まあ、日本人もそうですけど、大半の人は貧乏です。でもお金持ってる人は持ってる。だって戦後の朝鮮の人たち、パチンコ産業を従事してる人たちは持ってますよね。戦後、昭和20年8月15日以降、日本共産党の資金出したのは在日朝鮮人ですからね。お金なければ政党の立ち上げ資金なんか出せない。まあ、僕の住んでる小岩地区っていうのは朝鮮部落もいくつもあったし、バタヤ部落っていうところも川の方にもありました。じゃあそういう人たちがみんなお金なかったかというと、
そんなわけなくて、お金ない人たちが多いですよ。ましてや戦後の時代、僕らが子供の頃の時代、持ってる人は持ってますからね。今だ独占企業ですよ。うちの葛飾江戸川の方でね、そういう人たちのやってる産業に入らないですよ。フェラーリ乗ってますよ。こんなこと言うと社長に怒られちゃうからあのそういう人たちもいる。だからあんまりこの少数派優遇を強調しすぎると反発受けます。もう一つ皆さんが反発したのはこの丸5でしょ。伝統文化破壊を押し付ける反皇室日本の歴史で、これに対して日本人が一番怒ったわけですよ。いい加減にしてくれ、ふざけんなよと。何回韓国に謝ったら済むんだと、ね、中国に対して、何回謝罪させるんだとかね。韓国が今度、約束をひっくり返して、日韓合意もひっくり返して、日韓請求権問題もひっくり返して日本企業の資産売却するのかと。ふざけるなよ。この丸五の問題に多分一番身近な問題として日本国民が反発した。じゃあカッコ4、ね、鈴木は一体何と戦ってんだろう。こういうことを言いながら、あのもちろん僕は政治家となりましたから選挙を戦ってます。でも国民運動の戦うわけと選挙の戦うって違うんですね。選挙はね、あの要は同僚議員ってみんなライバルですよ。でも同僚議員の潰し合いっていうのはまれにね、同じ地区であれば同じ路線で行ってれば潰し合わなきゃいけないでしょうけど、僕の場合は40議席もあるので、これは1議席しかなかったらお互いに潰し合いもあるんです。小選挙区制度はそうですから。でも僕みたいに40議席もあったら、人の潰す時間があったら一人でも多く自分の支持者を増やす、これは選挙ですよ。だから隣の人のことなんか構ってらんない。自分の支持者を増やして、40番目に入れば勝ちです。比例代表ですね。あの僕が今進めてる選挙、地方議会というのはみんなこの方針です。小選挙区、つまり政令市では勝てませんよ。まだ僕らの仲間とてもじゃないけど今の選挙システムの中では勝てません。地方自治の中の比例代表みたいな、東京23区とかその周辺のね地域、埼玉、千葉、こういう選挙制度であれば必ずやり方間違えなければ勝てます。まあ、話戻りますけれども、日本の伝統文化歴史を破壊する者や国体破壊勢力、そして侵略国と戦っていると。僕はね、今最大のテーマは侵略と戦うということですよ。侵略に対して抵抗する。まあ、これはあと結論になっちゃいますけど、これが僕の大きな今抱えているテーマです。何に戦ってるんだ。破壊者ですよ。国の破壊者、国体の破壊者。侵略って言っても直接侵略ではなくて間接侵略っていう、まあこれは人工侵略なんですけど、こういうものがあります。丸1、皇室の男系男子を守る。これも伝統文化を守るということでは非常に大事な戦い。日本のバリアである日本語を守る。日本語というのはバリアです。フィリピンの人とお付き合いしてて、あの国の利権は英語が皆さんできる。逆にタガログ語が全部通じるかというと通じませんからね、南の方に。でも英語だと通じる。フィリピン人いいよね、英語うまくて素晴らしいよね。違うんです。それはアメリカ人の下で働く場合にはメイドとかね、ホテルのメイドさん、家のメイドさん、ボーイになるにはいい。
だけど自分の国の伝統文化破壊されますか？間違いなく。日本が日本語を守ってれば日本に対する間接侵略は非常にしづらい。なぜかというと入れないでしょ、言葉が。日本語、世界で1億2、3000万人しか使わない言葉ですけれども、世界で一番多い言語ってスペイン語ですよ。次に中国語、次に英語。みんな英語がなんか世界中の共用語に、共通語みたいに思ってますけど、やっぱり英語っていうのは日本はね、戦争に負けたからこれしょうがないよね。皆さん一生懸命覚えてください。でもフィリピンとね、こうしてて思うんですけど、今モンゴルが北京語教育するということで非常に反発してます。でもこれはね、やっぱり、中国人の非常に頭のいいところでね、言葉を奪って、やがて50年経ったら伝統文化も何もないですよ。僕台湾がね、かわいそうだなと思うのは、蒋介石が戦後72年ぐらいなのかな、あそこへ来て、北京語にしちゃいましたよね。で俺たちは中国じゃないって言っても、これはねちょっとね説得力に欠けるなと。やっぱり台湾に行くと、テレビにテロップ流れるじゃないですか。あれはお年寄りが北京語わかんないからなんですよ、特に南の方行ったらね。でもそれはやっぱり言葉を奪われると、今の若い人たちだと、僕らも戦後世代でしょ、50代もう北京語ですから。そしたらもう全部同じ言語だから中国だろってなっちゃいますよね。日本もそうなったら、日本語禁止令が出てね、全部北京語で話すようになったら、100年後には、いや日本列島昔から秦の始皇帝の時からうちの作法家になったからという歴史になっちゃいます。だから日本語を守るっていうのは非常に大事なんです。丸三、歴史の破壊者である中国共産党、韓国、北朝鮮。歴史の破壊者ってことはね、ここだけはアメリカも含みます。間違いなく戦勝国士官でね、日本の歴史を奪いました。でもこれ僕が何を戦っているのかっていうと、やっぱり国の破壊者に対する抵抗戦です。大きい広い意味の武力を用いない意味の侵略に対する反抗、抵抗です。だから最後結論、ここにね、人口侵略、人口増加策って書いてありますけど、歴史面のことで言うと、中国共産党政権からの人口侵略を防御する、これは移民政策ですよね。やっぱり100万人超えてくる人がいると、やっぱ韓国朝鮮の人がこれだけ政治力を発揮するっていうのは、100万を優に越す人たちがいたからですよ。それでこの、まあ、彼ら頭いいしね、戦略的思考ということでは日本人かなわないですから、こうやって日本中に議員連盟を作ってね、影響力を作ってと。でもこういう今やろうとしてるのは、今朝鮮籍の人3万3000人しかいませんからね。もうこうなると本当の少数者です。韓国籍が46万人、2つ合わせても50万人いないですよ。中国人倍近くいます。これからの脅威は間違いなく中国です。ましてや10年後にインバウンド6000万人計画ですからね、政府は変えてないですから、まだまだ日本に呼ぶっていうことですから。インバウンドだけじゃないですよ、旅行者だけじゃなくて労働者も入れるんです。ましてや難民を入れないから、なんか新しく準難民っていう制度を作るっていう。なんで規制強化するのかと思ったら、規制緩めるつもりでいるんですから。この人口侵略に対してやっぱりはっきりと拒絶する意思を示すべきで、実際に拒絶しなければなりません。
日本の救国策や人口増加策と子育て支援策、僕はこの子育て支援策こそ日本の救国策だと思ってます。で、30年前にね、学校をこんなに増やしても子ども少なくなるのにどうするんだっていう議論があったけど、作り続けた。天下り先ですから、文部官僚で。今じゃそれを売却する時代になった。どこに売却する？中国資本に学校を売却する。こんなバカなことがね、起きて。じゃあ結婚しない、うちの娘は早く結婚しましたけど、うちの息子2人ね、女いなくてね、本当にね、日曜日ゴロゴロしたいんですけどね。でもね、結婚しない人も結婚しろって言ってもこれ無理ですよね。ただし皆さん、意外と今でも子供3人いるとか4人いるっていう人は結構いるんですよ。子供2人いるっていう人はザラにいます。じゃあなんで出生率下がってるのか。既婚者の出生率は2人ぐらい維持しますからね。あの、結婚しないからです。でもね、結婚しない人をね、僕も奥さん死んじゃって、今日も同級生の女子にね、伸びて再婚しないの、めんどくさいからいい。これ若い人でも結構そうだと思うんですよ。これ無理やり結婚しても無理ですよね。統一教会みたいにね、僕の言うことを聞いて、あ、この人とこの人は俺のあれだ、導きで結婚しろ、集団結婚式、合同結婚式、ああやれば別ですけど、そうはいかない。そしたら1人産んだ人に2人、2人産んだ人に3人、3人産んだ人に4人。だから安倍政権が取った無償化とかね、保育園養護無償化とかって私は正しいと思う。これね、保育園の、ちゃんと統計データで出てるんですね。この地域で 50% は必ず入れるというラインを超えれば、人口増加につながる。これはヨーロッパの統計データで、うちの葛飾区みたいな、葛飾ね、実を言いますと議会で保育園、来年度で止めたんです、建設。いっぱい作って、やがてこれ逆に保育園の倒産につながると思って。でも統計データで見ると50%はまだ欠けるから、もうちょっと余裕があるのかなと思うんですけど、あの、つまりね、最初の子供を産んで、その次に、預ける先の方、自分で見なきゃいけないんですけど、あ、預ける先も保育園もあるんだったらもう一人産んじゃおうかなっていう気になってもらわなきゃ困るんですよ。結婚しない人に無理やり結婚というのも無理なんで、あの、だったら2人、3人で、うちの娘4人もいましたからね、4人って産んでもらう。で、意外と産んでますからね。高校までなんせ今、年収制限ありますよ、970万円。ただですからね。だから今都立高校人気なくて私立高校に入ってる。大学だって、まあこれはいろんなハードルありますけれども、無償教養の奨学金、これも予算ちゃんと組んでて余ってるぐらいです。だからこういうものを拡充して、大丈夫だよと、子供産んでも保育園ただだしね、その後学費、僕らの時代は大変だった。僕も子供3人全部学校終わって本当にふわーっと思いました。うわ、これで、百何十万も毎月払わなく、あ、毎年払わなくていいんだと思ったけど、でもそんな心配なければ産んでくれればいいし、実はこれに成功したのは人なんですよ ね。子供を産んだらフォルクスワーゲンあげるとかね。いや、住宅ローンだってもし公的資金借りたんだったら、子供1人につき500万円、元金から削減するとかね、いろんな政策をありえるぞ。まあ、そういう政策をとって、いかに2人目、3人目、4人目を産んでもらうかという、これは僕は現実に推進できる救国策。そして日本がね、今世界第10位ですからね、人口少ないと思っても、1億人越す国なんて実はそんなにないです。領土は狭い、
でも領海含めると世界第6位。ただね、日本より小さいイギリスの方が農耕地とか、日本は山ばっかりですから、人を住める部分で言えば人口半分のイギリスの方があるのかもしれない。とはいえ、これだけの大きい海とね、陸地を抱える日本に人口も、まあ本当はフィリピンのが抜いてるかもしれませんけれど、フィリピン11位で、あっちは分かんないから戸籍しっかりしてないんで、まあそれでもね、3000万人減って1億人かけたからってドイツ8000万人ですからね、何もびくつくことはありません。その間に50年後に人口を戻していけばいいんです。そしてその時にしっかりとした日本語しかこの列島では通じないようなオンリーワンの国づくりをしていく、これが救国策です。で、これはできますよ。無理難題、夢無双の話をしてるんじゃなくて、必ずこの救国策ができます。では鈴木は何に戦ってんだ、これに反対する政策を進める人間方と戦ってんですよ、ね、外国人労働者を入れる、外国人労働者来たっていいですよ、来たっていい、でも人数制限 しないと、ね、人口侵略で隣に海の向こうに13億人ですからね、1割来たら日本人より多いんですからね、あの国が崩壊したら大変ですよ、あっという間に1000万人ぐらい来ますよ。皆さん、東南アジア諸国、僕は東南アジアと連携 しようっていうふうに伝えてますけど、みんな指導者層、富裕者層、チャイニーズでしょ。フィリピンの日本に来ると一緒に食事したりするシャオ、英語で書きゃシャオ、漢字で書いたらシャーさんですね。みんなチャイニーズ、ね、シンガポール、マレーシア、リー・クアニユーとか、リーって、リーさんじゃない。日本をそういうふうにはしたくない。東南アジアを実際捉えてますけど、これから6億の大きなマーケットですから、日本の市場にするためにも東南アジアも取り返す。そして日本は日本語オンリーワンのね、国づくりをして、日本の文化を守る、文化を守るっていうことは、フィリピンも今もう第3世なんですよ、ユキポヨとかね、あの子たちみんなハーフですから、ね、清水モコビッチとか、ね、大相撲の高安とかね、お母さんもなかなかいい仲間してるんですからでもそういう、もうこんな小さい子は3世、そういう時代になりました。でもその子たちは日本人との子だから、もう生まれた時から日本国籍持ってますから、僕はそこまで否定しようとは思いません。ただ、技術とお金を得たらね、国借りたいのって言うと、フィリピン人ね、意外とね、借りたい、まああっちの方があったかくてね、怠けてられるかもしれないけど、帰りたいっていう。中国の人はね、先生結婚したんです、誰か日本人って言ったら、中国人よ、あ、そう、じゃあ向こう帰るんだって、帰れないよ、やだよ、日本にいたいもん、帰らないよ、やめてよって。フィリピン人意外と帰りたい、でもね、仕事ないしね、これ大きな違いでしょ。向こうに日系企業が仕事を作ってあげたら帰るかもしれない。まあ、年を取る前に年金をね、日本が払う前に帰っていただきたいなっていうのは僕は実は願ってるんですけど、まあ、でもね、そういう外国人労働者を今は必要です。それから、退職した人たち、それから女性の力も必要です。今労働者不足って言われたところで、これから運送業でね、なんで外国人はドライバーできないのかっていうのを不思議に思ってて、これも解禁の方向に進むはずですから。だってトラックドライバー今不足してるんですよ。だから電票かけないですからね、そこの問題だけですよ。じゃあそういうのを AI とかで克服できればね、
外国人労働者、特に若い労働者を日本に入れる、そして、人数はもちろんちゃんと抑え、チャイニーズが200万も300万も500万も入ってきこられたらはっきり言って困るんです。彼らは独自の世界作りますから、中華街どころじゃないですよ。四国1個とかね、もっと沖縄1個とか捉えちゃいますよ。で、日本よりも戦略的な思考に関しては日本人かないませんからね、大陸の人たち。そういうのも踏まえて日本語を守り、皇室を守り、そして子育て支援という救国策を取っていく、これが僕の、今日の結論です。1時間の予定でちょっとオーバーしてしまいましたけど、あなたは 国を破壊するリベラルの押し付けにうんざりしないか、うんざりします。もういい加減にしろと、ね、看護婦は看護婦でいいと、看護師は看護師でいいと、男女混合する必要もない、こういうことを訴えつつね、あの小学校の校訓制度が校長先生によってはできるっていうふうに、多分初めて聞いた人いると思うんですけど、実はね、卒業証書もそうなんですよ。今ね、3月31日の卒業証書書くのが結構流行ってるというか多いんです。ところがこれも校長先生の権限ですから、うちは3月14日に卒業式だから3月14日に卒業証書を日付をつける、これ校長先生の権限です。だから15日からうちの中学校の生徒じゃないからね。だから、あの高校に入学するまでは中学って名乗ってもいいけど、卒業証書はその日に渡したんだから出す。あの見てください、卒業証書も二通りあるはずですよ。卒業式の日と31日という非常に行政的な証書、これ校長先生の見識です。まあ、こういうのも含めてね、日本の国体破壊者、文化破壊者と戦っていこうと思います。1時間ちょっと、時間経ちました。8ヶ月ぶりの会場での勉強会になりました。あの今日僕が一方的に話しまくっちゃって全くあの意見聞きませんでしたけれども、これで終わりにしたいと思います。また動画見ました。